こんにちは、たまごのお部屋です。今日は生き物大図鑑アドバンス水生昆虫タガメ全3種のご紹介です。私タガメって実はあんまり詳しくなくて、すごい昔にやってたムシムシ Q のタガメのサラリーマンからの情報しか私の中にないんですけど、前の動画でタガメ今度発売されますよとか、タガメ見たいっていうコメントをいただいてたので、ちょっとねお迎えしてみました。今回はガシャポンオンライン版の泊まり木パーツ付き、こちらをご用意しましたので、ぜひ楽しんでいってください。はい、そして今回のラインナップはタガメライトカラー、タガメダークカラー、タガメ羽化直後色、こちらのね3種類をご紹介したいと思います。みんなタガメはタガメなんですね。で、あとはネットの方にタガメの情報載ってましたね。タガメは水生昆虫として日本で最も大きく、その獰猛さから水中のギャングと呼ばれています。魚取りますよねタガメって。田にいるカメ、田んぼにいるカメ、もしくはカメムシということでタガメと呼ばれ、昔は日本各地の水田に行けばどこにでも見ることができる昆虫でしたが、農薬に非常に弱く、日本各地で農薬散布が盛んに行われたことで大きく個体数を減らすことになりました。またブラックバス、ブルーギル、アメリカザリガニなどの外来種による生態系破壊や用水路のコンクリート張りなどで生息地が消滅したことで、2020年に絶滅の恐れがある絶滅危惧2類に指定されました。はい、そんなタガメですが、早速1体ずつ見ていきたいと思います。まず1体目ですね。なんかすごい大袋に入っている。早速開けていきます。うわー、すごい盛りだくさんですね。本体のパーツはこの辺かな。本体のパーツと、あとはこの辺りはディスプレイスタンドですね。あとで完成品を立ててみたいと思います。では早速本体を作っていきます。もうすでに本体の部分がだいぶ大きいんですが、ここに足をつけていきたいと思います。はい、足つけましたが、なんかね結構大変でしたね。ここの球体はめるのも大変だったし、途中でここの関節がね結構外れちゃうから、結構ね注意してやらないと壊れちゃいそうな感じでしたね。いやー、ついた。あとは羽をつけます。この胸部をこう前に倒して、この穴が見えるようにして、よいしょ、はめる。よし、取れた。あー、足が取れた。結構時間かかってるかも。うん、できた。タガメ完成しました。羽つけた途端急にタガメっぽくなりましたね。こちらはタガメのライトカラーです。いや、これすごい迫力ですね。フィギュアの全長は約120ミリで、可動箇所25箇所あるので、後で見ていきたいと思います。はい、ではカラーリングから見ていきます。こちらライトカラータガメなんですが、胴体のベースの色はベージュで、そこにグラデーションでちょっと濃いめの茶色とか、あと焦げ茶の模様が入っていますね。お尻の先からお腹のところ、あと胸のところまで焦げ茶の斑点模様がついていて、腕にも同じ模様が入ってますね。腕はしましまなんですね。そしてお顔はこんな感じ。目がまた綺麗ですよね。透け感のある焦げ茶ですね。ちょっと琥珀っぽい感じになってますね。やっぱ目がツヤツヤしてると生き物の力を感じますよね。そして背中側こんな感じ。お腹側よりも濃いめのブラウンになってます。で、頭とか胸部の部分はお腹側と同じような模様が入ってるんですが、羽の部分はまたちょっと違いますね。こういうはっきりした柄じゃなくて、こうねもわもわとしたね茶色の柄が入っています。はい、そして細かいところを見ていくと、まずお顔ですね。こんな感じでこう口がねとんがってるんですよ。これよくここで魚捕まえて口でこうブシュって刺してるシーンを見ますよね。タガメって結構鋭利ですねこれは気をつけないといけない。はい、こんな感じでちゃんとお口とんがってますね。捕獲する生き物としては魚のイメージが私の中で強かったんですけど、魚の他にもカメとかヘビとかもこれで捕まえちゃうみたい。ヘビも捕まえちゃうってすごいですよね。恐ろしいパワー。はい、そしてこのマッチョな前足、これすごいですね。ムキムキやっぱり一番前の足が
一番太いみたいですね。でこの足の先にはこう鋭いね爪がついております。もっとここの2番目の足みたいにギザギザがついてるのかなって思ったんですけど、結構シンプルな構造になってますね。この一つの爪でこうねグッと獲物を捕まえるんでしょうかね。あ、2番目の足は二股に割れてる。これ二股なんだ。でここにギザギザがついてますね。3番目の足は2番目の足よりも大きめ、こちらも二股に割れてますね。タガメはこの中脚後脚をフィンみたいにして水中を泳いでるみたいですね。でもよくこんな足で泳げますよね。シュンシュン泳いでますよね。不思議だなぁ。あとはテクスチャーもすごいですよね。お顔のところのボコボコ感、こんな正面からじっくりタガメ見たことないなぁ。であとは背面のこの節の感じとか、あとは羽もこれただの模様じゃなくてこうボコボコしてるんですよね。ちゃんと凹凸があるんですよ。そして開いてみるとこんな感じ。ここもねただのツルツルじゃなくてちゃんとテクスチャーがありますね。ボコボコしてて自然界のものだなっていう感じがしますよね。こう横から見るとこんな感じで、こう縁に行くにつれて体が薄くなってるんですね。なんかひし形みたいな感じで、こう見ると面白い構造ですよね。水の抵抗を受けない構造なのかな。面白いな。そしてタガメが狩りをするときに重要なここのお尻のところにある呼吸管ですね。これもちゃんとついてるんですよ。じゃじゃん。はい、こんな感じでこれを伸ばせるのかな。あ、すごい伸びた。こんな伸びちゃうんだ。はい、こんな感じ でここの呼吸管を伸ばして水面から出してこうやって水中の獲物を狙っているみたいですね。いやー、これはすごい。ここから息吸えるのもすごいですよね。はい、そして可動箇所を見たいと思うんですが、なんか何回数えても数が合わないんですよね。でもやっていきます。まずお口、これは可動箇所に入るのかな。ここ1で、頭もこうね動きます。2、あとはここの胸部、3、すごいですよね。で、あとここ4、あとここ5で、ここの呼吸管が6、ここ胴体だけで6箇所動いてるのかな。で、あと足はこういう動きと、あとここちょっとね硬いんですけど、結構この根元も数えていいのかな。ここの根元、これ一つの足で3箇所動くというカウントでいいのかな。もうね全部の足がこういう風にジョイントでこうね動きますね。なので足6本だから 1,2,3,6,3,18 でしょ。18+6で24でしょ。で羽こうね開きます。これで26になっちゃうんですよね。何かが数え間違えてるけど、でもすごいね可動箇所が多いことには間違いないですよね。どっかを入れちゃってるのかな。なんかここのお腹の部分とかもすごいね滑らかに動くんですよね。いや、これはすごい。はい、そしてあとは格子をつけていきたいと思います。これで飛行モードに変更できます。はい、まずは前肢を左右に開いて、もっと開けるかな、開きまして、ここに穴があるので格子を刺していきたいと思います。なんかもっと刺されそうな感じがするけど、やめとこうかな。こんなもん。うわ、すごい大迫力。飛行スタイル完成しました。うわー、すごい羽が少し透け感のある白になってます。すごい。反対から見るとこんな感じで、縁がちょっと黄緑かな、ちょっと色入ってますね。で、あとこういう筋とかもちゃんと色が入ってます。で、この色ついてるところだけじゃなくて、よーく見るとここあのボコボコで羽の筋を表現してますね。これ表も裏側も両方羽の筋がこうボコボコしてる。すごい。どうやらお水が汚れてきたりすると飛んで移動するみたいですね。いや、この姿私が一生終えるまでに見れるのかな。いやー、すごい。これはちょっと感動。あとは止まり木に止まったスタイルもやろうかなって思ったんですけど、先にもう2体組み立てちゃいますね。2体目でーす。次はダークカラーをやっていきたいと思います。いや、これがね結構大変なんですよね。よいしょ、せーの、ほい。
足つけるのがちょっと大変で、こうカメラに映しながらだと難しいので、もも上で組み立てました。あと羽つけます。いや、このタガメちゃん結構大変ですね。男の人だったら簡単にいけるのかな。結構パワーが必要。でも1体目より2体目の方が上手にできたかな。あ、結構、あ結構パワーがいる気がする。それか、めっちゃ頭を使えればスンスン入るのかわからないけど。はい、あ、タガメダークカラー完成しました。またやっぱ違いますね。じゃあさらに羽化直後カラー作っていきます。はい、では羽化直後カラー組み立てていきます。せーの、はい、羽をつけます。よ、羽化直後カラーも完成しました。はい、3体並べるとこんな感じですね。カラーが結構違いますよね。ライトカラーとダークカラーの比較です。背中から見るとだいぶ色違いますね。ダークカラーの方はここの縁のところに黄緑の柄が入っています。なんだろう、ベースの色がそもそも違くて、そこに乗ってる柄の色もだいぶダークカラーの方が濃いめ。お目目のパーツは一緒みたいですね。で、お腹側がこんな感じ。やっぱりダークカラーの方はベースの色からもうそもそも濃くて、で、この柄の斑点模様というか、ここもかなり濃いですね。そして何より腕の色がそもそも全然違う。かなり濃いブラウンがベースになっています。この色の違いはなんで発生するんだろう。種類というより個体によって変わってくる感じなのかな。そして羽を開けると、よいしょ。あ、開くとここのベースの色そもそも違いますね。カブトムシとかだと開くと色は同じっていうことが結構あったけど、タガメはもうベースから色が全然違いますね。あ、しかも呼吸管の色も違う。ダークカラーの方はダークカラーだそりゃそうか。こんなところも色を変えてきてるんですね。はい、そして続いてライトカラーと羽化直後のカラー。はい、羽化直後はもう剥きたてほやほやなのでかなり明るい色になってます。まだ空気に触れてない感じですね。背中はベースは明るい黄色かな。そして羽の部分はやや黄緑が入っています。こっからだんだん茶色くなっていくんでしょうね。お顔側、こちらも目のパーツは同じなのかな。なんか羽化直後のお目目の方がちょっと暗い色な気がするんですけど、これは個体差なんだろう。なんかお目目黒い気がする。はい、そしてお腹側、模様がないですね。つるっとしています。模様はないけど足が濃いめの黄色から薄い黄色っていう感じで、グラデーションはいろんなところに入ってますね。黄色っていうより優しめのオレンジかな。すごい細かいところにグラデーションが入っています。ここは開くとどんな感じ。あー、なんか一緒かなって思ったけど全然違いますね。羽化直後カラーの方がやっぱり明るい色をしています。で、この呼吸管もすごい明るいクリーム色だ。あー、並べると全然違いますね。3体とも形自体は同じですが柄が全然違う。はい、ではお待たせしました。泊まり着のディスプレイスタンドを組み立てていきます。スタンドに木を取り付けて、あ、木も結構質感がリアルですね。裏側はこんな感じ。そして泊まり着パーツをつける、こうかな、つけて、はい、木完成しました。はい、そしてタガメの裏側、ここに穴が開いてるので、これをこうね、逆さまにして、よいしょ、刺す。ちょ、せっかくだから呼吸管出そう。よいしょ、おー、できたすごーい、できましたね。もうちょっとなんかこうこうかな。はい、こんな感じで止まり木にタガメを止めることができます。で、これ水中なのでね、ここの呼吸管を出して息を吸えるようにしてます。うわー、すごい、こんなのも再現できちゃうんだ。じゃじゃん、うわめっちゃリアル。これはいいですね。しかもタガメが実物よりかなり大きいから結構見応えがありますよね。木の高さ21センチで台座も入れたらもうちょっと高くなるかな。すごい、
こんな感じです。これはいいんじゃないですか。なんか今日すごいタガメファンになったな。はい、そして止まり木の止め方もう1パターンあって、これをここに刺し、ここの穴からこの棒出して、でも結構グラグラなんだけど大丈夫なのかな、別にいいのかな。そしてここの穴に、この穴にこの棒刺して、よいしょ、はい、できたはい、こんな感じでさっきよりダイナミックなポーズを取ることができます。はい、この棒を使ってますね。お、横から見るとこんな感じ。さっきの普通にディスプレイしたのと全然違う。こっちはこっちで落ち着いて木に止まってるところ、そしてこれはこうターゲットを見つけた時の感じかな。こんな感じで体勢を変えることができます。これまたいいですね。すごいすごい、ダイナミックだ、めっちゃかっこいい。そしてラストはこのディスプレイスタンドだけで飛行スタイルを取る方法。こんな感じでつけて、ここのタガメの穴にこの棒を刺しまして、よいしょ、おおおすごい、これで飛行スタイルで飾ることができます。かっこいいすごい、結構タガメ大きいから絶妙なバランスが必要かもしれないけど、あ、そんなことないかな、あー、ちょっと絶妙なバランスが必要かも。いやすごいわ、ちょっとモスラっぽいかもすごい飛んでますね。いやーかっこいい。はい、こんな感じで飾ることができます。はい、ということで今回は生き物大図鑑アドバンス水生昆虫タガメのご紹介でした。いや結構組み立てるの大変だったんですけど、完成してみるとこんなボリュームもあるし、さらにこんなクオリティも高くて、気分によって3種類のディスプレイも楽しめるし、すごい満足感のあるフィギュアたちでした。気になった方はぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。